こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日はですね、年配の方々の中で華やいだ若い色を着たら変だと思われるかしらというご質問をいただきましたので、それにお答えをしたいと思います。はい、このようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は、着物初心者の皆様のお役に立つ情報をたくさん発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。今日私はですね、麻の着物を着ました。これは麻と綿の着物なんですね。初めて着たんですけれども、少し透けるんですね。ですから、まあ、夏を中心にして、まあ、透け感がおかしくない人へにもちょっと着ることができるかな。それから一重に着るんだったら長襦袢着てもいいけれどっていうことですね。はい、この麻と綿という素材が洗うことができるので、洗える着物で浴衣以外のものをと思ってこれを作りました。これはですね、宮古島で織られている手織なんですね。手織です。このはっきりした緑の色合いが好きでこの島ですね、この手織の島柄、これどうかしらと思って作ってみましたよ。それにこの紫の半幅帯を締めました。戻ります。例えば会に入っているとか、お茶を習っているとかっていうような時に、ご自分が30代とか40代で年配の方たちが多い、他の方は50代60代それ以上の方たちがいらっしゃる中で、ご自分があんまり若い色、華やいだ色を着たら変だと思われるんじゃないかって考えてらっしゃる方がいらっしゃるようなんですね。それについてお伝えをしたいと思います。はい、多分そういうふうに思ってらっしゃる方って多いのかなと思います。郷に行っては郷に従えっていうような感じで、年配の方たちっていうのはあんまり派手な色をお召しになりませんよね。私がこんな派手な色着てますけれども、こういう人そんな多くないかもしれませんよね。特に方角とか、その会によっては割と落ち着いた会の方たちっていうのはそんな派手な色をお召しにならない可能性が多いですよね。ですが、それが全ての場面に当てはまるかどうかっていうことを考えますとですね、私の経験なんですけれども、経験からいきますと、私自身は若い方が地味な格好をしているのを拝見すると、もっと若いのを着ればいいのにというふうに思うですね思います。お地味なものを着てらっしゃると、それは個性かしらって思うことがありますね。例えば茶色の個性の方というのは、暗いものが好きなので華やかなものをお召しにならないんですね。地味で暗いものをお召しの方が茶色の個性の方は多いんです。はい、ですから若い方でもそういう個性の方だと、あんまり華やかなものはお召しにならないと思います。華やかなものを着るとか、着ようかと思う個性の方は紫の個性か、それから赤い個性なんですね。赤い個性の方は強いものです。華やかなものを着ることができるのは紫の個性です。で、青い個性の方だったら、もうそんなものは全然眼中にないので、おとなしい無地とか目立たないものをお召しになりたい。それから白い個性ですと、スタイリッシュなかっこいいものなので、華やかな色や柄ではないんですよ。そうすると負けてしまいます。はい、シュッとしてかっこよくて、まあかっこいいっていうようなもの、それと華やかさは違うんですね。それからピンクの個性の方も、可愛いもの、明るいものを好まれるので、そういう個性の方は明るい可愛いものを着ようかしらって思われるかもしれませんね。はい、でこの方の場合は方角ですね。方角を習ってらっしゃって、その三味線とか尺八とか、こう歌いとかの中でお稽古をなさっていらっしゃる長唄を習われているんですね。はい、長唄と言いますと、まあ、日本の伝統文化ですので、まあ、その部分でいきますと茶色の個性が少し強いのかなと思いますけれども、でも日本の伝統文化だったら全部茶色ではなくて、例えば日本舞踊とかですと赤い個性とか紫の個性
なんですね。それからピンクの個性なんですけども、華やかなんです。あの日本舞踊の方のお召しになる衣装はとても華やかだと思います。はい、ということですので、あの必ずしも伝統文化が茶色とは限りません。じゃあ長唄を習っていらっしゃるこの方の場合はどうなのか、そしてご年配の方たちに対してあのどうなのかということを考えてみますと、私が年配目線であの見ますと、もっと若い方は明るい可愛い華やかなものをお召しになればいいのにと私は思います。ピンクとか赤とか水色とか華やかなものを着てくださいと思います。それからあの私の娘がお茶を長く習っていたんですね。でいろんなお茶会とか出させていただくためにお着物を作りました。はい、年配の方にあの失礼のないように目立たないようなお着物も作りました。自分が大好きな明るいものも作りました。結局どれが一番出番がよくあの多かったか、そして好感度が高かったかっていうと、娘の場合は華やかなお着物訪問着が一番あの出番がとっても多かったんですね。でじゃあどうしたらいいのかということになると思うんですけど、私もこの方のことをあのそばで拝見していて、もう少し明るいものをお召しになればいいのかなって思います。というのはこの方自身があの紫の個性やピンクの個性をお持ちなんですね。お持ちだからそういう個性をもっと出すといいなと思います。あのお着物をお召しになること自体がその長唄のお稽古だったり発表会だったりっていうことで、それに合わせるという形になるので、どんな会でどんな方たちが何をお召しになっているかということの影響はものすごく受けると思うんですね。受けると思うんですが、一番おすすめの着方、それから私が一番いいと思うあの着物の着方はですね、一番先にやはり自分の個性というのがとても重要なんです。ですから自分の個性に合う色や柄を、素材もそうですけども、色や柄や素材のものをしっかりと知るっていうことが一番最初に重要です。しっかりと知る、そしてそれを着る、そしてその自分を知るんですね。私はこんな華やかなものを着てこう見えて、あ、これでいいのね、こんな私なのね、こんな私が好きなのね、こんな私でいていいのね、これが私なのねということを客観的にある程度しっかりあの知っていただくっていうことが必要だと思うんですね。私のことは私が分かっていますだと思いますが、私に合う色や柄というのはきちんと形にして身につけて客観的に見つめる必要があります。その上で今日は長唄の会に行きます、長唄をあのライフスタイルとして習っています、長唄をあの5年間ぐらいずっと習うでしょう私は、だったらその会の人たちがかなりお地味で、長唄ってこういう世界なのねって分かったとしても、自分なりのその長唄化したお着物を着た方がいいと思うんですね。例えば皆様が暗いものを着ている、皆様が江戸小紋を着ているからといってそういうものを着るということにはならないんですよ。でその時に必要なのが立場と関係性なんですね。自分は生徒ですとか先生ですとか、これぐらいの関係性ですとか、どれぐらいたくさんやっていますというようなことも考えた上で、自分らしさをどの程度合わせていくのかっていうのは考えた方がいいんですね。一番最初に自分の個性をしっかりと見つめることをしないで長唄化だけすると、あの他の方から見てももう少しお派手なものをお召しになってもいいんじゃないのって思われちゃうかもしれないですね。でこの辺のことはぜひその会の先輩の方にですねお聞きになられたらいいのではないかなと思います。私は他人目線でお伝えしていますので、実際にその会にいらっしゃる信頼できる方とかお話をしやすい方お二人ぐらいにですね、私は皆様があの結構お地味なこういう色のものなどを着てらっしゃるので、私もそういう色に合わせた方がいいかと思ってあのこの着物を選んだんです、でももう少し明るいものも着
着てもいいんでしょうかとか、これおしみに見えるでしょうかとかっていうことをお聞きになったら意見言ってくださると思うので、そういうこともお聞きした上で自分がどこまで自分らしさをどの程度出せばいいかっていうことは決められて、でお着物の色とか柄を選ばれたらいいと思うんですね。どの方もですね、自分の個性ってとても強いはずなんです。どの方もです。それぞれに違うんです。ですがそれらの個性を無視して、この回では皆さんこれを着ています、この回では皆さんこれを着ていますっていうことだけを知っていますと、自分らしさがやっぱり出てこないんですよね。自分らしさを出した方が自分も楽しい、周りも楽しい、その会も楽しいはずなんです、はい、でそのためには自分らしさを出す時の色や柄はどんなものなのっていうことを初めにですね、掴まれる必要があります。最初からしっかり分かるかどうかは分からないんですけど、いろんなお着物を当ててみて、あ、これが好き、これがいいわ、だけど長唄で着るにはこれよりもこれでしょうかねっていうような、はい、それでいいんですけど一番最初に長唄で着るにはこれがこれですね、じゃあこの中のこっちの方がいいでしょうかねではダメで、自分に当てて自分の顔が浮き出る、自分の顔が一層素敵に見えるっていうようなことをが大事なんですよ、はい、それをしてないとですね、やっぱり素敵さが半減してしまうのでもったいないです。例えば青い個性とか茶色の個性の方っていうのはあんまりそういうの求めてらっしゃらないんですね、はい、ですからまあこの色だったら大丈夫でしょう、あ、こういう暗いのが好きだわっていうことで選ばれたりすることもあるんですけど、暗いなら暗いなりに、おとなしいならおとなしいなりに、その方らしい水色とかその方らしい色合いってあるんですね。柄もそうです。私は柄物は好きではありませんでいいんですけど、無地っぽい柄でもその方らしいものがあります。それが柄なのか光沢感なのか地紋なのかっていうことは、おとなしいならおとなしいなりに追求なさると一層素敵にお召しになることができると思うんですね。ですからそういうことをなさってください。まとめます。長唄をなさっている方がその会の皆様に合わせて、特に年配の方々の中で華やかな若い色を着たら変だと思われるかしらっていうご質問に対しては、はい、まず最初は自分らしさをしっかり把握なさる、それから長唄の会の先輩たちに自分の着ているものがどうでしょうか、地味ですか、もっと華やかなもの着てもいいですかっていうことを確認なさるっていうことを一回なさったらいいと思うんですね。やっぱり自分だけで考えているとわからないことってどんな場面でも多いんですね。ですから聞いてみるということと、それと自分らしさを色や柄で掴むっていうのはとっても重要なことですので、ぜひそれをなさってください。そうするとベースができるんですね。ベースができるからいろんな場面に対して応用が効くんです。今日は長唄の発表会、今日はお稽古の会、今日は全然関係ないお友達と会うっていう時に、自分らしい装い、自分らしいお着物を着て、それをコーディネートを工夫して自分らしさをそれぞれの場面で発揮できると思うんですね。自分らしさをまず掴む、それを色や柄という形にする、これがとても重要です。ご質問などございましたらコメント欄からお寄せください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。